メキシコ湾 3D 地図、カンタレル油田メキシコ湾は、北アメリカ大陸南東部と、メキシコ北東部に挟まれた湾である。広くは、大西洋、カリブ海の一部として分類される。湾の東部、北部、および北西部の海岸線は、アメリカ合衆国に接し、南西部と南部の海岸線はメキシコに接している。また南東部は、キューバとの海岸線を持つ。 アメリカとキューバの間にあるフロリダ海峡を経て大西洋に通じており、メキシコとキューバの間にあるユカタン海峡を経てカリブ海へと通じている。市湾として北東部にアパラチー湾、南西部にカンペチェ湾などがある。メキシコ湾は東西の幅が約 1500km、総面積は約160万 km で、南の3分の1は熱帯に入る。 最大水深は、シグスビーディープでの4384メートル。二大海流として、黒潮と共に知られる。メキシコ湾流はここを起源とし、巨大ハリケーンが頻繁に訪れることでも有名である。三上気候期以前は、パンゲア大陸の一部だったが、よく知られていない。三上気候期に北米プレートに亀裂が生じ、アフリカプレートと南米プレートから分離していった。 この亀裂は前から中期ジュラ紀に発達し大陸の西から海が侵入して岩塩が堆積した後期ジュラ紀に今のユカタン半島が北米プレートから分離しメキシコ湾盆地中央部に海洋近くが形成されたその後は大きな変動もなく盆地は沈降し続け堆積物が溜まっていったユカタン半島は 中期白秋まで地表に露出しており、その後フロリダ半島ともに、仙海卓上地として炭酸塩岩と蒸発岩が堆積する場であった。白秋末期のララミー造山運動で、盆地西部は圧縮変形され、今のメキシコ東部のシエラマドレ山脈が形成された。広大なメキシコ湾の大陸方では1950年代から、 海底油田の開発が本格化、メキシコ湾岸油田として、石油の一大産出地となった。現在、アメリカの排他的経済水域内では、5番の目のように数千もの航空が設定されており、深海底での探査、掘削も行われている。メキシコのカンペチェ湾も主要産油地で、メキシコ国営石油ペメックスは、生産に、 陰りが出てきた旋回から未開発の深海へ注力し始めている。漁業も主要産業で、エビやカに、カキの養殖の他魚類の種類が豊富。他に造船、石油化学、石油貯蔵、軍需、生死、観光が重要な産業である。ありがとうございます。